触れれば発射されるハイエロファントの結界はすでにお前の周り半径20メートル。お前の動きもザ・ワールドの動きも手に取るように探知できる。くらえてよ半径20メートルエメラルドスプラッシュを。ザ・ワールド。おい見ろよ、空からジジイが降ってきやがったぜ。サンタさんよサンタ。屋根の上で何してた？女でも覗いてたのかよ。ジジイ、翔太郎下がってろ。わしの方へ来るんじゃない。翔太郎、いいところに現れた。しかしあいつまでは射程距離外。まずはジョセフから。ジョータロー、奴のスタンド、ザ・ワールドの正体は時間じゃ。時間を止めるスタンドなんじゃ。ザ・ワールド。実に晴れ晴れとした気分だった。このディオは全ての生物や全てのスタンド使いをぶっちぎりで超越したのだ。そして今では5秒とだんだん長く時を止めていられる。翔太郎、貴様のパワーがどの程度のものかとくと拝見してやろう。ザ・ワールド、止まれい時よ。まだ私の方が圧倒的に有利だとしてもだ。そこでジョータロー、貴様が何秒動けようと関係のない処刑を思いついた。青ざめたな。このナイフを見て老いぼれのジョセフの時より恐ろしい結末になるのを気づいたようだな。やろう、なんてことを思いつくんだ。こいつはヤバいぜ。逃れることはできん。ザ・ワールド。惜しかったなポルナレフ。ほんの一瞬、あとほんのちょっぴり力を込めるだけでこの脳組織をかき回して破壊できたのにな。やろう、こんなバカな。なんとかしなくては。匂いでわかるようにガソリンをぶっかけた。愛者は鞭打つようで血と心が痛むな。いや、全然痛まねえか。貴様のせいで仲間や関係のねえ人々までが大勢死んだからな。
ザ・ワールド、時を止まれ。お前に対する慈悲の気持ち。